練習開始から1年9ヶ月7日経ちました。毎日黙々と練習を続けています。時間が経つのは早いものです。アランド・ザ・ワールドの内回し外回しはご覧の通り、最近になってやっとレッグオーバーができるようになりました。やっとボールを高く蹴り上げて受けるのが苦手です。バタバタしながらなんとか続いてます。真上に蹴り上げないのが課題ですね。なんとか3回続きました。こんなこともできるようになりました。最後はボールをぶっ飛ばして終わりです。